調子悪いんだって。お部屋で寝てる。四谷さんとしおりもいません。四谷さん風邪だって。で、しおり看病、お料理だけ用意していっちゃった。お隣でどうぞ。たまにはこういうマナーのない食事もいいな。やだな、下界って何？たまにピクニックとかには行ったりする。で、そういう時はサンドイッチなのでご飯も楽しい。ねえねえ、午後に行きませんか？ピクニック。それは平気なんだけど、意味は勝手に。あ、忘れてるね。どうしよう。食べたくありません。いいえ。九月さん、状況が変われば戻ります。だから休ませてください。お願いします。今日は部屋で休んでいたいんです。
を調べていたの？勉強熱心。意味が寝たきりで退屈なのです。安静にしてる。すごく最近はなかったけど。そんな悪いことじゃないから。ねえねえ、ウゲツさんまだ忙しい？なら散歩しない？外に行かなくてもお散歩できる。寝てるかもしれないけど。いないよ。あれ？トイレかな？ちょっと心配だね。
危ないからここに入らない方がいいよ。よくないことが起こるよ。空気が悪いし、古いからいつ崩れるかわからないし、それにほら、体があるうちはまだやることがあるってことだと思うから。そうか、そうかもね。でもだったらまずいよね。え、まずいの。二人だけになっちゃったんだよ。何が起こるかわからない。もうじき、もうじき私も。だからだけの気持ち、クゲッツさんが迷わなかったら、thank you.
私にもわからないです。どうなるかは感じ取れても、言葉ではうまく説明できない。ただここでは自然なことなんだとしか。だって見られたくなかった、私のことなんて忘れてほしかった。クゲッツ、イツキ、私のことが邪魔になるような世界ならきっと正常なんです。だってなんで自分がここにいるのかわからないんですから。反応された。これはクゲツさんと私の心、複雑で戻りたくて戻りたくない気持ちが全部歪めてしまうんです。動き回らない方がいいと思います。本当に迷ってしまうから。そうしたらクゲツさんまでいつかは。私、どうなって、そうですか。はい、難しいかもしれません。それは私はここで朽ちているのが自然なことなんです。クゲツさんは外から来た人だから。だから汚れてなくて綺麗で正しくて、
ちさんから男の人の匂いがします。ごめんなさい。私、今なら花月さんのこと好きになっても構いませんか？背中が九月さんの子供の頃想像つかないです。はい、なんとか。気づいていないはずがない九月さん、私やっちゃいました。怒らせてしまったようです。違います、そういうことと。私が九月さんを好きなように、美月もまた同じ感情を同じだけ持っているんです。我慢するべきは私の方だって。発情我慢が、美月は私を許さないでしょう。そうですか、見ていたんですか。した体をお互いで慰め合う共同作業のようなものですから、誰にも言えないことです。しおりも知らないと思います。病気のようなものです。多分その昔からあったようで、道具も最初からあって、私たちは男の人と違うことのない定めでしたから。それでただ私の方はダメなんです。それを知るのは樹だけです。私は最初から知らない、そして断片的にしか覚えていない。一つだけわかるのは、私が楽しい思い出をありがとうございました。私はここで待ってることにします、九月さん。だから一人で帰ってください。多分今なら戻れると思います。はい、足はまだ平気なようですけど。九月さん、あっちに。
そうです。存じないんですか。逃げたいと思うのよくないかもしれません。そうやってずるい言葉で嬉しくする。でも九月さんが、九月さん、ごめんなさい、寝てしまって。はい、もう平気です。助かったみたいですね。だけど、もうこれ以上奥には不要に立ち入らない方が。でも変わってしまったら帰れなくなりますよ。穏やかな生活に戻ることができなくなる。
大丈夫です。姉さんですか？親戚なんです。殺したりはしないはずです。きっと冷静になって戻ったんだと思います。いつきも気をつけてください。この辺りでは何が起こるかわからないですから。さっきから何も言わないので。資格がある。本来は樹だけなんです。あの子は命にあふれているから。だけど私は私、もういない人間なのかもしれない。記憶も曖昧だし、ぼんやりと時間を見失ったりしていることがよくあるし、樹のそばにいる時だけははっきりしているけれど、何も決められないし選べない。自分が今存在しているのかどうかも。知らなかったんだ。あんなことまでしておいて。だって意味はもう死人なんだから。どっちにしろ
私たちがバラバラになったらもうおしまいなんだ。
海がこぼされる。違う。意味じゃない。違う。違う。意味？どこ？
泥抜くというのは確かに間引きのことですね。この土地でも、いえ、むしろかつての繁栄があったればこそ、むしろ間引きは日常的に行われていました。反面、住人が増えることが繁栄の証でもあったことから、生後間もない子供を間引くことは忌避されていたということがあります。そのため双子は当の年になるまで小でも蛇でもないものとして育てられ、そして儀式によって片方を、私がここにお世話になる前はよく会ったと聞いております。